っちゃみゆです。今回はちょっとお知らせがありまして、お知らせのためだけにこの動画をちょっと撮りました。お知らせといってもですね、そんなに大した大きなことではないんですけども、実はチャミューのねこの YouTube チャンネルなんですけども、最近ね歌ってみたとかもちょこちょこやり始めたんですけども、今までねやりたかったこととか、ちょっとやってみたかったことなんかをこう中心に上げていきたいなと思って、面白そうなこともやってみたいなとかいろいろ思ってたので、やりたかったことをね形にするチャンネルにしようかなと思いまして、このチャンネルではねスピリチュアルなお話もやってきたんですけども、ちょっと別の動画で、サブチャンネルを作らせていただこうと思いまして、スピリチュアルの専門のチャンネルを作りたいと思います。動画の再生リストで分けていたスピリチュアルって部分を、そっちのスピリチュアルのサブチャンネルに移します。それで少しずつね移していきます。でこのメインチャンネルを、歌とか動画、面白動画とか、もちろんね猫の動画もね全然上げてないなと思って、ちょっとね溜めてあるわけですよ。動画がとっても溜まってるので、多分チャミュー動画よりも猫動画が多いんじゃないかぐらい溜めてあるのでまあそれをねちょっと載せていったりとか、ちょっといろいろと面白い企画とかも考えながら、もう歌を中心にやっていくチャンネルにしようと思ってます。サブチャンネルのスピリチュアルなチャンネルの方はもうこってこてのスピリチュアルで、本当に信じがたいようなお話だったりとか、もうね本当にある程度目覚めている方だったりとかが見て、そうだよねって落ちていきそうな波動をまた上げていけるような、そんなチャンネルにしていこうと思います。新しい動きとして、ちょっと自分の活動を分けるという形です。分けるというか、もうこうでなければいけないっていう枠を取り外して、自由にやっていくチャンネルにしようと思ってます。なので、自分のけじめというか、区切りじゃないな、ちょっと自分の仕分けみたいな感じで、ということで、ぜひ皆様新しいチャンネルを作成しますので、そちらの方もぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。ということで今回はお知らせ動画をお送りしました。引き続きチャンネルをどうぞよろしくお願いします。はい、いつもありがとうございます。そしてこのメインチャンネルのチャンネル登録、そしてサブチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。サブチャンネルのお知らせはこの動画の説明欄に載せさせていただきますので、よろしくお願いします。チャミュー、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。チャミューでした。バイバーイ。